さて今回は秋区にあります下一貫田バス停にやってきました。ここでは一体どんな沿線さんに出会えるんでしょうか。広島市の東部に位置する秋区。東西に走る国道2号線は広島市と東広島市を結ぶ交通の大動脈です。山々や瀬野川など豊かな自然も魅力。この町で今日も沿線遺産を探します。あら、すごい、グランピング施設でございますな。そんなに上がってきてないんですよ。そんな山の中じゃないのにグランピング施設があって、上瀬野カフェ、ごめんなさい、すんません、ごめんなさい、すいません、まだ営業時間の前なんですよ。あ、カフェはそうですね、11時からの営業になりますので。あ、そうですか、グランピングの方をいろいろ見させてもらってもいいですか。見学は自由ですので、どうぞ。ありがとうございます。今本当至る所でグランピングって聞きますけど、ちょうどブームといえばブームの時期ではありますんで、いやでも僕が来た中で一番こじんまりした感じそうですね。でも逆にすがるく来れますね。外バイパスができて、はい、中心部から30分足らずで来れるというところで、いやもう全然そうですね、簡単に来れましたよ。そうですね、ありがとうございます。今年2月にオープンしたリバーサイドグランピング上瀬野。熊野川を見下ろすリバービューと市内中心部から車で30分とアクセスの良さが魅力です。どうしましょう、形がそれぞれ丸三角四角でありますね。丸三角四角、まあ、ちょっと形趣向を変えて、うん、やっぱり三角形のご自宅の方ってなかなかいらっしゃらないと思うんで、はいはい、あれとまあ特別感もあるんですが、いやいや、ドーム型のご自宅もないと思います。なかなかないです。ないです。確かに、おっしゃる通りですね。そして案内されたのは一番オーソドックスなお部屋。まあ、こちらがちょっとこうした独立したコテージでなってます。もう素敵、あ、どうぞ。素敵じゃないですか。はあ、このような、いやー、来てください、皆さん来てください、クーラーが効いていますこれがいいんですよ皆さん、これがグランピングですよね。そうです、そうですね。そう、本当にね、非日常を味わいながらちゃんとラグジュアリーに過ごせる。 ありがとうございます。グラマラスに過ごせるっていうこれ、あそこ見つけちゃいました。そうですね、こういったものも見て、あれはだから五右衛門風呂風の、そうですね、ちょうど、そうですね、露天にした形で五右衛門風呂もご準備、下からこう炊くわけではないんですよね。そうですね、上からお湯とお水足していただいて適温にしていただいて、この間一人でこっそり入ってみたんですよめちゃめちゃ気持ちいいですもう今なんかお客さんにすごい勧めてます。いやいいな、ありがとうございます。行きましょう、行きましょう、行きましょう大丈夫ですか。いや、外出ないっていう暑いから外出ないっていう嫌なやつ俺。魅力はお風呂だけじゃない。最近人気の使い方があるということで案内してもらいました。最近時々お問い合わせいただいてさせていただいているのが、はい、30人40人の企業さん この集まりのパーティーだったりとか、ほうほう、貸し切り利用というのも最近ちょっとお声をいただきまして、ここ全部をもうパーティースペースで使っていただくということもやってます。すごく、まあ4棟だけでこじんまりはしてるんだけど、はい、それぞれこういろんな楽しみ方ができるような、そうですね、工夫が殺されてますね。そこでいろんな遊び方を見つけていただいて楽しんでいただく。さらにちょっと珍しいものを見せてもらうことに。うわー、すげー、マジ、は初めて見たこちらは施設一押しの樽サウナ。緑と川のせせらぎを楽しみつつ整うことができます。男女の若いカップルなんかで来られて、ここでこうワイン飲みながら過ごされてるのを見ると、どうにか仲間に入れてもらえないかと思うんですけど、いやいや、入れるわけないでしょ。なかなか入れないですね、そう、非常に厳しいこれ、はい、釣り竿なんかも置いてありますけど、そうですね、これもオプションで事前予約にはなるんですが、はいはい、疑似的にちょっと網を置いて疑似釣り堀を作ってるんですねで今なんかだと本当にニジマスヤマメで結構サイズも大きなもので、実際の
っていただくこともできますし、はい、最近お子様が来られた時に喜ばれるのはやっぱりつかみ取りなんかをしてですね、はあ、で自分で触れ合った魚をちょっと残酷ですけど串焼きにしてその日食べちゃうっていう、はいはい、いいいいような楽しみ方もさせていただいてますね。ちゃんと命をいただいてるっていう勉強にもなるしね。ですね、そういう形ですね。本当本当。施設に隣接するカフェにお邪魔します。どうぞいらっしゃいませ。あすごい、あ可愛らしいっすね。行きましょう行きましょう。可愛らしいっすね、すごい。あやっぱりどうぞ、はいはいはい、なんかこう世界観を引き継いだ感じの。そうですね、あのカフェで使わせていただいているテーブルとか椅子とかも、まあはい、グランピングで使っているものを同じような形 で、 へで同じキャンプの感じでこうお召し上げいただくように今こういう形で作ってます。へえ、はい、グランピング施設の管理棟を兼ねた神瀬のカフェ、オリジナルのコーヒーにスイーツ、軽食を楽しめます。一押しは宮崎県産 A5 ランクの和牛を使ったカルビ丼。さあ来ました、これが宮崎県産の A5 の和牛。そうですね、はい、まあ素晴らしい。うまい、うまい。ありがとうございます。うまい。なお肉も柔らかいし。ありがとうございます。はい、うわタレも美味しいですね。そうですね、タレもまた特別なタレを使っておりましてですね、二度焼きという形で味付けをしっかりさせていただいてお客様に提供するようにしております。しっかりと味が染んでますよ、はい、本当に小山さんに興味津々なんですよ、はい、ありがとうございます。いや本当にだっていいいいトークもすごくお上手じゃないですか。いいいいです、いいね、何なんですかね。何ですかね。私ここまで来るのに大変でしたよ。いろいろと。いやすごい分かりやすいし、いいいいいい趣味でやってることを人に広めていったりとかいうことも好きでやってたので。趣味でやってることってのは何ですか。バンドとあと格闘技ですね。すげえ、すごいっすね。意外な趣味をお持ちの支配人、格闘技の練習風景がこちら。もうすごい。じゃあ、はい、相手にハイキック打たれたとかじゃないですよね。そうですね、これは自分で頭突きをしてみた。これフォークリフトでしたっけ。そうです、あのフォークリフト強かったです。あいつ勝てないです。強いっす。へえ。でバンドも。バンドはそうですね、ギターが昔から好きで、もうあいみょんとかもやりますよ。あいみょん、もう喜んでやりますよ。もう喜んで52であいみょん。やりますよ、もう大喜びですよ。さすがにちょっとギターとかないですか。あたまたまちょっと今これでも本当たまたま持ってきてたんで。たまたまですよ、たまたま持ってきた。絶対用意したな。たまたまお願いしますよ。たまたまですよ。あ、まあ、でも本当にギターしかないんであれですけど。うわすごい、何この人。支配人のもう一つの趣味がハードロック。それでは魂の演奏を聞かせていただきましょう。まあこんなのやったり、あいみょんやったりしてます。ちょっと今ね曲に合わせてカルビ丼いただこうと思ったけど合わないです。まああの非常にニッチな世界。いやちょっとニッチな世界ですからね。一気にね、一気に書き込んじゃいそうなんですよ。ちゃ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 。食べやすいやつで。食べやすい、ね、食べやすいやつ。食べれない。食べれない。多彩な支配人がやっているグランピング施設に遠征さん認定でございます。ありがとうございます。いやー、素晴らしいございました。いいえ、とんでもないです。また遊びに来させてください。本業こちらの、ね、ですので。